台湾の半導体大手とネット金融大手が共同で大平村に建設する半導体工場について仙台市の郡市長は仙台市にとっても大きな経済効果が出ると期待感を示しました。億という金額ももお聞きしまししまて、大変あのびっくりもしあの 嬉しくも思,思いました。あの知事がですね、トップセールスに当たられて、えー、大きな誘致ができたということ、あの喜ばしく思います。仙台にとりましてもあのとても大きな経済効果があの出てくるものと期待しております。台湾の半導体大手 P.S.M.C. とネット金融大手 S.B.I. ホールディングスは共同で半導体工場を大平村に建設し、工場の一部は 2027年の稼働を予定しています。投資額は8000億円を上回る見込みで県は町内横断のプロジェクトチームを発足しインフラ整備や人材の確保などにあたる方針です郡市長は仙台市も受け入れ体制などさまざまな対応に全力を挙げる考えを示しました